ワルテル・アドリアン・ルハン・サムエルは、アルゼンチン・コルドバ州、ラボルで出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはディフェンダー。元アルゼンチン代表。1978年3月23日に、アルゼンチンのサンタフェで生まれる。生まれて、すぐに、父親が蒸発し、幼い頃から養父に育てられるが、経済状況はとても苦しいものだった。 当時フィルマットに住んでいた彼は家族の支えもあり毎日サッカーの練習に通うことができた。彼自身幼い頃家族から受けた協力のおかげでサッカー選手になることができたと後に語っている。1996年にニューウェルズ・オールド・ボーイズでキャリアをスタート。1997年にはフィファ・ワールド・ユース選手権に出場して優勝を果たしボカ・ジュニアーズへ移籍。 在籍中、複数の大会での優勝を経験した。2000年には、セリエ a スローマイ移籍。その年の優勝に貢献した。2004年からは守備の強化を望んでいた、レアルマドリードへ移籍した。しかし、序盤は活躍の機会がなく、2005年に、ルイス・フィーゴ、サンティアゴ・ソラーリと共に、インテル・ミラノに移籍した。 2006FIFA ワールドカップの代表メンバーからは外れた。特に2007から08シーズン前半、12月23日に行われたミラノダービーで左膝の全十字人体を負傷するまでは、イヴァンコルドバと共に鉄壁のディフェンスで幾度となく相手の攻撃を食い止め続けた。2008から09シーズンは前述の怪我の影響で、 約11ヶ月もの間ピッチから遠ざかるものの、11月22日に行われたユベントス FC との大一番、イタリアダービーで復帰、インテルの勝利に貢献している。2009から10シーズンからは、バイエル・ミュンヘンから移籍したブラジル代表のルシオとコンビを組み、鉄壁の守備陣を結成。セリエ A、コッパイタリア、チャンピオンズリーグの三冠獲得に貢献し、 2011年1月にはセリエ A 最優秀 DF 賞を受賞した。2010FIFA ワールドカップではレギュラーとして望むも第2戦の韓国戦で負傷し大会を去った。2013から14シーズン終了後、インテルミラノ対談を公式チャンネルで発表。FC バーゼルと1年契約を結んだ。2015年10月。 肉体的な衰えを理由にシーズン限りで現役を引退することを表明した。現役引退後、2016年11月に、フルス・インテルの監督に就任したステファノ・ピオリの下でアシスタントコーチに就任。しかし2017年5月にピオリが成績不振により解任されると同職を退任。2017年7月より、スイススーパーリーグの AC ルガーノの アシスタントコーチに就任。2018年8月、アルゼンチン代表監督に現役時代のチームメイトであったリオネルスカローニが就任。サムエルがコーチとしてアルゼンチン代表のスタッフ入りしたことが報じられている。かつてチームメイトであった長友優斗によると外見とは裏腹に冗談好きな人物。息子が二人いる。ありがとうございます。